パティジミーはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。主人公、パティとジミーはアメリカ人の男の子と女の子のキャラクターであるカンザスシティ出身。1974年にデザイナーである鈴木ヒ子がアメリカ視察の体験をもとにキャラクター開発。1970年代にはハローキティと肩を並べる人気キャラクターであった。 最初期は、パティジミーという名前は付けられておらず、元はパティのみで、ラブイズ、エイリトルウィッシュと呼ばれていた。ジミーのキャラクターは、パティジミーと命名された時に登場した。1980年代に入ると人気が低迷し、新規の商品展開も、ほとんどなくなっていたが、1991年11月に、サンリオピューロランドで開催されたハローキキ誕生祭で、 マグカップとショルダーバッグを限定販売。1998年には久々の商品展開が行われた。2003年にはサーフストリートマガジンファインとのコラボレーションを実施。2010年9月15日、サンリオ創業50周年を記念して商品シリーズゴールデンメモリーズを発売し、パティジミーのほかハローキティやマイメロディや リトルツインスターズの1970年代 -1980 年代前半のデザインを使用して、新規に企画した商品、もしくは当時の商品を模した商品を発売した。パティジミーからは17アイテムが発売された。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第13回の5位が、歴代最高である。パティジミーは1975年から、 一語新聞上で実施されたサンリオキャラクター大賞の前身であるサンリオキャラクター人気コンテストの第1回からエントリーしている。ちなみに第1回のノミネートは外部判件を含めた10キャラクターで、その結果はパティジミーは1位のスヌーピーに付く順位で、3位のハローキティより上であった。2013年サンリオキャラクター大賞28位。 2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、10位以内ならコスローリー来て、ギフトゲートの店長をやります。と宣言していたが、ランクインを逃し実現とはならなかった。近年は35位前後と低下傾向である。また、イチゴ新聞オリジナル企画で2016年より、サブキャラコンテストが開催されている。第1回は、 ファジーがノミネートされ35位にランクインされた。第2回以降は、パティジミーのサブキャラはノミネートしていない。また、第4回の第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストも、ファジーはトップ20位圏外のためノミネートしていない。ありがとうございます。